はい、歯ブラシね。あれ YouTube の人俺もがむしゃらで、うわドアー、キャッキャッキャー。おい、これどこやねん、これ今日は5位ってとこに来ましたよ。いや、それがどこやねん千葉県になるんすかね。いや、千葉県なん、これ、はい、1位じゃないんですよ、皆さん、はい、5位ですから。はい、なんすか、今日はここで。で、ゴイゴイスー、本人が言わな、おもんないって。今日はポツンと一軒家湧いてるよ。おお、5位にもあるんすね、ポツンと。バカタレ、多分ないですそうなんすか。視聴者さんからなんとこの5位にポツンと泡があるっていう情報が来たのよ。おお、そうなんすね。俺は一切信じてません一応来たという。なるほどっすね。めちゃくちゃ遠かったやないかいそうっすね。僕ら出発したの昨日ですからそんな遠くなかったと思うんですけど。あそこまで遠くない、はい、ほんまにあんのかまあちょっと全然どこにあるか分かんないんで、ちょっと探しましょうか。こんな広いでこんな広いとこで探すのじゃあ行こうか。行きましょう。いや、やっぱ帰るわ。ダメっすよ。いや、これだからビオリやで、これ。おー、ビオリっすね。今日はビオリっすよ。雲がいくら探してもない。だっ大丈夫っすか。大丈夫だっけ。何やろ。で、思い出したんですが、バーバニゴはツイッターやってると。お役立ち情報、役に立たない情報の方が多いかもしれません。よろしければツイッターの方チェックしてください。チャンネル登録、皆さん、もし笑ってしまったという時は、チャンネル登録を、これぐらいはしてください。いや、どれぐらいやねんいやー、こんなとこにもポツンとあるんすね。いや、ないやろこれこれ見てください、これこれどう見てもないで今確認できてるの滑り台とブランコしかないねちなみに今日のとこはあったら何分いくらなんすか。もしあったらですよ、あったらの場合は50分1万3000円激安です。おお、なるほど。ちょっと人里離れたところだから、だからそのエリアっていうところを考えた良心価格になってると。おお、なるほどっすね。で、そしてこの金額なんだけれども、午後3時前までこの値段らしい。3時以降は上がると。どんな人がいるのかも気になるっすね。はるばる離れた恋中で50分1万3000円でしょ。とんでもないの出てくるんちゃうか。どうなんすかね。平均年齢53とか、まあ、そもそも泡があるのかないのかと。もしなかったとっていう場合はもう海鮮丼食べて帰ります海鮮丼があるんすか。いや、まあ千葉やから千葉といえば海鮮丼じゃないか。そうなんすかね、ちょっと分かんないですけど。落花生乗っかったようなこれ見てよこれいや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 すごいですねこれないでしょこれは待てよ、あれちゃうか。おお、こんな思いっきり民家っすよ。新聞の販売所にしか見えへんぞおお、これっすか。着いたかな着きましたね行ってくるわ。いってらっしゃい。大丈夫ですか。大丈夫だっけ。大丈夫いやー、どうでした。房総半島が揺れた千葉の片田舎で事件が起きた。おお、なんか事件起きたんですね。いらっしゃいませ、お客様、当店初めてのご利用ですか。はい、ありがとうございます。めちゃくちゃ丁寧。あ、そうなんですね。びっくりするぐらい腰が低かった。へえ。ちょっとカウンター越しで目線が合わないようなパチンコ屋の景品交換みたいな。ああ、なるほど。その壁越しにももう腰が低くて低くて。ありがとうございます。どちらになさいますか。50分1万3000円でお願いしますと。おお、なるほど。一番短いやつ。長い時間どうですかみたいな感じはもう一切、本当にここに来てもらってありがとうございます。ほんまにあまりの腰の低さ、その丁寧さとしたら星野リゾートのフロントやってたんじゃないかなそんな感じなんですね。多分やってないと思うけど。中はどんな感じだったんですか。歴史がある、古い、だからね。お手洗いをチェックしたんだけど、めちゃくちゃドア低かった。それ低すぎでしょ。
くぐらんと入れない。マジっすか、うん、中を一応チェックしたらもちろん和式だったけ。そしてここのお店っていうのは指名料が0円です。あ、そうなんですね。泡っていうのは結構指名料無料っていうところが非常に多いんだけれども、まあこれは一つのサービスで、その中で誰にしようと3、4人選択肢がありました。だから明らかにクリーミーなジョーがいた。おお、なるほど。じゃあこのジョーでお願いしますって言ったら、はい、かしこまりました、待合室の方で少々お待ちくださいませ。待合室に入り、その時のやってたテレビはもちろん昼なんですと何でも映画のほどなくして呼ばれました。これ作りがね、独特なんだよね。1階の広めの廊下の両サイドに部屋がある。多分5、6部屋見た感じある。お客様お待たせしました、ごゆっくりおつらぎくださいませ。かわいい。かわいかったんすね。細い。細川だった。そうなんすね。まさかまさかここで細川城と会うかと。ちなみに誰に似てるとかありました？本人に誰に似てるって言われるって聞いたら、一番めちゃくちゃ言われるのが小柳ゆきと。おー、めっちゃ綺麗じゃないですか。あなたのパワッチを数えまじょ、バカタレです誰が数えんの。シュッと切れ長で小顔で細かった。え、年齢はいくつぐらいなんですか？パッと見28に見られてもいい30過ぎ。あー、なるほどっすね。見た目若いです。そんな人がいたんすね、こんなとこに。いや、ここよ。はい。ここに。でもね、小柳ゆき確かに似てるなと思ってんけども、もう一人昭和の人に伝わるこの子に似てるっていうのがあった。牧瀬里穂。あー、なるほどっすね。ちょっとだから系統が似てるかもしれないけど、要は小柳里穂ってことよ。うわ、かわいいな。なんていうのかな、だん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 可愛く見えてくる感じ。じゃあここの部屋だからね、スリッパ脱いでと。この泡はちなみに老舗旅館のように入り口でまず靴脱いで上がる。その敷地内は全て館内スリッパで移動するという。なるほどですね。あとこれ非常に珍しいのが、なんと待合室、建物、パワッチルーム全て禁煙です。あ、そうなんですね。時代の流れなんですかね。いや、もう時代の流れよ。新幹線の喫煙ルームもなくなるわけやから。なるほど。そして部屋に入りました。その部屋の中も歴史を感じざるを得ない。ちゃんと湯部 NE ゾーンには透明のすりガラスで区切られてて、四角い長方形のリングも広めのサイズ、セミダブルぐらいあった。なるほどっすね。ドカンと。これ見てくださいね。これゴイドリです。そうなんです、ね、正式名称多分違うけど。今日は何お仕事、こんなところに来るんだ遊びにみたいな、うん、やっぱお決まりの入り。いや、ちょっとたまたまね、ちょっと船橋からずっとぐるっと回ってきたら、あれ、なんか気になる店があったような気がしたなとか思ってとか、うん、全部嘘並べてなんかわかんないけど、へー、たまたま来てくれても何嬉しいとか言いながら、スルスルと息を合わせるようにアパレル製品を取ったら、はっと気づいたらお互い生まれたままの姿になっていましたと。いうことで、じゃあ湯部 NE 行くとか言われて、もうね、ここをずっといいのもね、手つなぐ系なの。あー、そうなんですね。部屋までの手つなぐとかはベタだけど、湯部 NE に一緒に行く時なんかも手をつないで移動をすると。ということで、はい、こっちねーってやったら、ド SKB チェアがドカンとあり、タオ RU が引かれてますというところで、そこでシャー、あ、じゃあこっち座ってねーって言われて、こっから綺麗にウォッシングが始まると。足がむっちゃめっちゃ細い。ああ、そうなんですね。これぐらいやったかな。細すぎますよ。細すぎる。イベより細いじゃないですか。これめったにないんだけども、ウエストが59センチ以下の女子っていうのはいるかいないかぐらいいないのよ。よくプロフィールでウエスト59って挨拶のように書いてるんだけど、はい、実際に50代っていうのはもうほんといない。中で小柳城は間違いなくウエスト59以下。ああ、そうなんですね。うわ、細いだと、うわ、いいなと思いながら、もう俺も思わずちょっとガシャーと思って、ダララララララ、いや、ちょっと早いよって言われいいっすね。もう皆さん想像ついてますよね。その通りです。凸に関しては鶴ペタハゲ丸です。あー、なるほどっすね。A です。
かろうじて膨らみがある。顔が小柳ゆきでスタイル抜群、足も細い、足も細い、もうこれだけでもありがとうだから。だいたいね、激安の泡にボンと行くとタロット占いのカードに書いてるような人出てきたりするからちょっとイメージわからないですけどまあわからんけど、ユブ NE の方にザブーンってじゃあ入ってねと言われて、はい、ここでよくあるのが、俺だけユブ NE に入ってる状態で女王から歯ブラシを渡されました。この時に事件が起きた。え、なんすか。はい、歯ブラシね。あれ、YouTube の人マジっすか、知ってたんすね。やばい、しかもこのタイミングみたいにバレてたの誰それみたいなごまかしたんすね。むちゃくちゃごまかした。いや、そういう人おんのみたいな絶対そう、見たことあるもん、ハチマキの人だよねってもうがっつり見てるじゃないですか。バレてました。今からってところでもっと最後の方に気づいてくれよとか思いながら、いやでも私も何回か見たことあって、もう絶対 YouTube のお兄さんってわかるんだけど、名前なんだっけなみたいななるほど、いや思い出さんでざっくり見たことあるって感じだったんですね。ハチマキの人の時点でもう当たってるけどだから俺はあーそうなんや、へーって言いながら、もう何事もないようにこう歯磨いて、どっちとか言われてでそのまんまジョーがここに来ました。もうめっちゃ気になる、絶対後で携帯で見ようとか言われながらもそこで俺の口の浮かし繊毛 KYO。 おー、なるほど。よくハーフにも見られると、ほんとね、ちょっと外国人っぽい顔にも見える。ああ、まあ、この辺の勇気だったら確かにハーフっぽい感じもあるっすね。でしょ、ちょっと1曲歌ってくれるとか言おうかと思ったけどいや、そういうの一番ダメだから俺はだからもうどうしようと、しらばっくれようと、とりあえず名前も思い出してない、じゃあもう思い出さないでくれっていう感じで、ああめっちゃいいめっちゃいいめっちゃいい最高とか言いながら、その声絶対そうだよねとかまあ声は特徴的ですからね。何なんとか思いながら、はい、でもきっちりとうまい温度でやってくれた。おお、なるほど。だったらどうしよう、緊張するとか、私も何動画になるってこととか、はい、普通だったらこういう感じなの。でもこちらのジョーはどっちかっていうとポジティブだ。おお、なるほど、前のめりに来てくれたんですね。ちゃんと私のことも褒めておいてよとか言う。なるほど、おいいなと、負担に感じてない、これは俺からしたらすごくラッキーって感じで、なんと繊毛 KYO からのグイッと俺の重たいフットを上げての繊毛 KYANAME。 おー、いいっすね。ユブ NE で A まで来てくれるのは結構大変だから。なるほど。その時の俺の体勢はもちろん恋体勢になってますよ田んぼで光で帰る、はい、そして流してバスタオル RU で拭いてくれました。ここからもちろん目の前のピンキーな顔 RU が引かれた広めのセミダブル長方形のリングにイン。おー、インしたんすね大丈夫っすか。大丈夫なけなんかどっちからでもいいみたいな感じで、ジョーはどうしようかなとか言いながらも任せるみたいな感じだったから、俺はゆっくりゆっくりゆっくりと小柳城を長方形のリングにそべらし、俺から攻めるぞ。おー、なるほど。小顔のビフェイス小柳マスク暴走半島肌質がめちゃくちゃ綺麗で真っ白、人形より白いいや人形にもよるよこれちょっと伝わるか伝わらないかわからないんですが、 BERO あるじゃないですか、スルッスルだった、新鮮なレバーみたいな新鮮なレバーってこう橋でもスルッて滑るあるでしょ、あんぐらいスルッスルやった。おー、なるほどっすね。こういうのもちょっとテンション上がんのよ。だからジョーもそれを知ってか否かものすごい突き出してくる、私の BRO いいでしょみたいな。いやー、いいっすね、めっちゃええなってことで、スルペタハゲマルにもブルル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 ルっていきながら WAKI もブルッタッタッタッブルル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 ル完結ですWAKI も嫌がる様子もなく堪能してらっしゃると、そして下にスルスルと目をやると、そこには東京と千葉を結ぶアクアラインと同じ輝きを持つ旬のマロンと目があった。おー、なるほどっすね、すごい綺
日で毛量も少ないベストコンディションだなと。ここで旬のマロンに対してお待たせしました、ペンターガンチ。おほほほほほ、これが思いのほか3分で到達。おお、なるほど、3分やったんですね。結構時間がかかりました。ミリオンヒットを飛ばす歌手は伊達ではないなと。まあ本人ではないですけどね。あ、本人ではないか。到達までも数えましょう。いや、おもんない。2回やってもおもんないだろ。曲変えてきたっすね。からの私も NAME したいと。Yes, I am で攻守交代して。ここでね、嬉しかったのがかなり丁寧に俺の全身をブラ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 、何にも言ってないのに WAKI も NAME 膝まで来た。こっから下は行ってないけども、ここまでブラ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 って降りてきて、何、どこが好きなの、どこされるのが好きなのって聞いてきてるってことは、そこまで俺の動画をめちゃくちゃは見てないと。ああ、なるほど。俺 ANAME が好きやねんというのを申告したら ANAME がっつり。おお、いいっすね。ワンストライクツーボールもこのツーボールで、俺そこでね、俺のちょっとしたいたずら心が出てしまって、めっちゃ硬いねとか言われて、でしょって言って、運転より硬いやろって言ったのよ。言ったんすね。え、運転って何？知らなかったんすね。ある意味セーフなのかアウトなのか分からんけど、それはそれでいいやと思って、その時の俺の形、ああだって今こっから上全部飛んだな。もともとやと思うんですけど、もともとあの30倍硬いです。硬いですね。そこからね、ちょっと嬉しかったのが、こうやって3号に F してるじゃん。こっから自ら俺がリクエストしてないのに WAKI 同様に6級になるようにこう従ってきてくれた。おお、なるほど。もう一回ここに小柳城の旬のマロンが来たから、ブル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 、駐輪場はここです。それで、うわー、また到達しちゃうって感じで、そこからスッと戻り、ここでついにラテックス製の帽子をこうプチ開けでマウスに含んで、俺の3号に帽子を装着して、マザー牧場のバンジージャンプぐらいのスピードでスッと起きて、石井でイン。おー、いいスタンスね。キャン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 、ヒットソングが止まらないと。うわー、もう俺もがむしゃらに、うわーと、そこから流れるように、静止からの上をゆっくり回転させて、あの技このまんまねじってます。もう皆さん気づきましたよね、このまんまねじってからの後ろからブロッケンリボルバン。出ましたね、なんか久しぶりに。どんなんでしたっけ。ブロッケンリボルバーっていうのは、銃のこの回転してる装填数とかあるでしょ、あのリボルバーと同じ動きで回ってるから、こうなんかよくわかんないけどすごいですね。いや、バカだね。説明が難しいんで、これ見てください。いや、久々にブロッケンリボルバー出たなって、もうパーマン2号チャンネルを見たことがあるっていうジョーへの感謝の気持ちですと。なるほどっすね。だからここはあえてデロリアンは封じ込み、静止の時間がむちゃくちゃ長く取りました。やっぱね、ジョーはそれを一番お気に召してる、むちゃくちゃ気持ちいい、 D の次 D の次と連発してたから、小柳感激と。一応まあ言っても言わなくてもどうでもいいかもしれないけれども、やっぱりスリミーでホールがめちゃくちゃスモールサイズでした。ああ、そうなんですね。スタンドマイクのここぐらいかな、大体。ちょっと分かりづらいですね。ちょっと分からんですよ、俺も分かりません。そしてもう一回静止石に戻り、こっから起こしてきて騎馬戦に入りました。ここでもやっぱね、細くて足も長い、体も柔らかいということで、もう変幻自在で俺に打ちつけてきた。そうか、朝日はあっちか、俺も一緒にヒットしたいだ。パッチ。おー、パッチしたんですね。した。おー、お疲れ様でした。壮絶だった。
ったな。いやー、そうです、そうでしたね、今回も。これ不思議と、やっぱ YouTube の人だよね、見たことあるって言われると俺は漏れなく動揺する。ごまかしてたな俺。今回のポツンタワー見てください、この線路のどかっすね。素晴らしいじゃない、風景とマッチしてあそこに粛々とやってきたっていうことよね。これなんと今日のポツンタワーは60年。おお、長いっすね。冒頭でちょっとお話ししたように、フロントが風呂屋の番台のようにちょっとこう一枚壁があって目線が合わない作りだから長々話せないの。ああ、なるほど。上とかお客さんフロントを通ってっからうまくタイミング合わせないと話せないの。まあそれだけはそろっと聞いたら60年やってますと。おー、なるほどっすね。あの場所で60年続くってよっほどよ。いや、ほんまっすね。周り何にもなかったんですけど、昔はもっと栄えてたんですかね。そうなんかもな。店入ってから出た後、泡の近辺ですれ違った人一人だから。おお、なるほどっすね。本当に民家の真ん中って感じだったっすもんね。ほんまのポツンとよね。あの丁寧さ、腰の低さ、そして情の内容も素晴らしかった。情の声とかも仲が良くて明るい会話なの。おー、なるほどっすね。なんかこう和気あいあいとしてる。これは地域に愛されてるってことよね。おー、なるほど。まあポツンとならではのって感じですね。知り合いとかおるんちゃう。まあ、確かに隣も普通に家でしたもんね。そう、いいやったし。いやー、バーマさん総括お願いします。いい。おー、いやー、今回のポツンともいろいろありましたね。いやー、深かったね。いろいろあったし、俺のことをジョーが知ってたという。いや、この動画をやっぱ見てるんじゃないですか。でもね、すごく明るかった。嫌だとかもなかったし、すごく明るかったっていうのが全ての救いだった。それもやっぱ全てはこの地の利じゃないのっていうこと。なるほどですね。今回訪れた創業60年のポツンとアワはアットホームで素敵なチームだった。